2017年に40周年を迎えた風須医薬品モデルリストのロゴ必須医薬品とは世界保健機関によって人口の大部分におけるヘルスケア上の需要を満たすものである。そのために適切な量、適切な財形で個人やコミュニティが入手し得る価格であるべきであると定義されている医薬品である。風須医薬品モデルリストを参考に 国家や地域にあった必須医薬品を揃える、要世界保健機関は呼びかけ、150カ国以上が独自の必須医薬品を公表している。これらのリストにより、開発途上国の保健当局は、医薬品資源を最適化することができる。風リストには、コアリストと保管リストからなる。コアリストには、基礎的なヘルスケアにとって必要最低限とされる医薬品のリストで、 優先度の高い最も費用対効果が高く安全で効果的な薬がリストアップされている。保管リストには特殊な診断施設等が必要とされる重症疾患のための必須薬品がリストアップされている。定義は時代とともに変化した。1977年に風は人々の医療ニーズに必要な最も重要で基本的で 不可欠な薬であると定義した。このコンセプトは1978年に開催された第1回プライマリヘルスケアに関する国際会議で採択されたアルマータ宣言でも言及されている。2002年に定義が必須医薬品は人口の大部分におけるヘルスケア上のニーズを満たすものであると変更された。1977年に発表され2年ごとに更新されている。 必須薬品の一覧表。2019年に公表された第21版が現在最新である。また2007年10月から小2版もリリースされ、こちらは2019年に発表された第7版が最新である。ありがとうございます。